どうもこんにちは、ヒロッキーです。はい、今日紹介する商品がこちらです。はい、コメダコーヒーをUber Eats で頼んでいきましたお家でコメダっていうのが流行ってるらしくて、あ、そう、お家でコメダっていいなと思って頼んでみたんですけど、今日はそのコメダの商品を紹介したいと思います。こちらが、なんだっけ、お名前忘れちゃった。なんだっけ、なんとかコーヒー。なんとかコーヒーです。で、ハンバーガー。そう。コメダのハンバーガーってマジででかくて、こう、これ、ドミグラスバーガーっていうのがあるんですけど、もうほんと超マックよりでかい、でかくて、美味しいんですよ。やばい、クソ垂れてるんだ。くっさ、ふざけんな水がクソ垂れてる。最悪で、くっさ。はい、こちらがこの網焼きチキンサンド、こちらを食べていこうと思いますただ食べるだけの動画です。じゃあまず、ドミグラスバーガー。お、でっか、でっか、めっちゃでけえ。ほら、めっちゃでか、ほら、顔ぐらいある。あ、それはないかでっか、え、ほら、でかくね、やばい、動画で伝わるかな。手と同じぐらいかな。いただきます。うん、チーズ入ってる。肉が硬い。肉がすごいしっかりしてる。なんかデミグラスっていうよりなんか照り焼きっぽい。じゃあこのコーヒー飲みます。美味しい、絶対うまい。うまっ。やっぱりセブンのコーヒーとは全然違うっすねはい、網焼きチキンサンド食べます。だいぶ時間経ってやばくなってパンがあ、これ出来たてだったら多分カリカリってなってたのかな。最悪か。いただきます。うまっ、うんめ。肉が柔らかい。お店に行ってこうまったりするのもいいけど、家でこうね、コメダを堪能できるっていうのも。なんだよ、ここ車めっちゃ通るからうるせえんだよね。家でこうコメダを堪能できるのっていいよね。商品紹介って難しい。食べ物の商品紹介するの結構難しい。なんだっけ、網焼きチキンサンドとかすごい野菜がたくさん入ってて美味しいですね。あとチキンもすごく柔らかくて美味しいです。こう出来たて食べたら多分このパンもサクサクっとして、中のチキンが柔らかくてとても美味しいと思うんですけど、自分はちょっと時間経って食べたんでパンもやっぱパンが柔らかくなってしまいましたコーヒーうまい。やっぱコメダのコーヒーめっちゃうまいヒロキーバックスはちげえなまた妹にドッキリしよっかな。次はコメダで殺されそう。お家でコメダって最高だね。こうのんびりね、できるからね。お店だとこうね、他人の目とか気になっちゃうしね、コロナも流行ってるからね。コーヒーうめえし、網焼きチキンサンドうまいし、こりゃもううーん。というか、こういう撮影してる時に限って車がめっちゃ通るって、ね、うぜ。これだけの動画なんだけど、まあいっか、うぜ。はい、皆さんぜひお家でコメダやってください。やってみてくださいね。それぞれ食べるのもいいけど、やっぱこのね、コロナが流行ってる、ね、時はね、やっぱ家でこうね食べた方がいいですね。感染のリスクも防げて、こうお家でコメダ最高じゃないですか。うぜ。まあただね、おかわりしたい時にね、こう辛いですねお店だったらあ、もう一個なんか頼みたいなって思った時に頼めるけど、家だとね頼めないからね。そこだけかな。うぜ。皆さんお家でコメダぜひやってみてください。このおじいさんかわいい
はい、今回の動画はこれで終わりです。終わっちゃった。見てくれた人ありがとうございます。チャンネル登録ぜひお願いします。このコメダのおじいさんのとこに出しておきます。じゃあまた See you バイ。バイバイ。